プロレスラー目線のテレビ論。1995年発売、激録力道山第4巻により一部抜粋してお伝えいたします。昭和37年1962年が明けた。激動山はテレビのプロレス中継、視聴率は常に 50% を超えていたの大ヒーローであり、空手チョップを振るう激動山を日本人の全てが大声援していた。この間日本テレビで話を聞いたんだが、視聴率が 50% ってのはざっと数えて5000万人が見ているという計算になるらしい。これは大変な数字だ。怠けていられないと思ったね。今年はわしも頑張るよ。月刊プロレス1981年4月号、国際プロレスの今後は、吉原勲インタビューより一部抜粋してお伝えいたします。6年6ヶ月続いた東京12チャンネルの定期番組が3月で打ち切られますね。以前の TBS テレビに次いで2度目のこの打ち切り、どう受け止めるのか。おいっちゃ東京12チャンネルには悪いが、全国ネットの TBS テレビの時と今度では事情が違う。関東地区中心の東京12チャンネルの放送エリアは狭いし、放映日にしてもまちまちでかなり遅れていて、PR 面でのメリットは少なかった。収入面での直接のマイナスはあるが、他局に比べれば放映ギャランティーは比較にならなかったし、今度は一局専属契約ではなく、拘束なしにやっていきたい。ということはどういうことか。東京12チャンネルとは、定期番組は切れるが完全に手が切れたわけではない。その証拠には4月と5月には1時間半の特番の放映を持つ。それと地方有局とのタイアップだ。専属ではなく特番でやり、また有局で放映する両面作戦だ。有局には手を打っている。興行と直結するテレビ効果を上げるという路線作りだ。1996年発売、馬場伝説より一部抜粋してお伝えいたします。社長は俺じゃなくてもいいんだけれども、テレビ局の力がなくなったらやっていけないというのが本音だよね。なくなったら経営が成り立たないんだよね。そうなるとそれを維持するには俺がいないとまずダメだろうな、というのが現状だよね。まあそれは俺の独りよがりかもしらんけどね。2004年発売、三沢光晴理想主義者より一部抜粋してお伝えいたします。かつてプロレス中継といえば、週末の夜8時にレギュラー枠で放送されていた。マスコミやファンの中にはゴールデンタイムで放送されていた頃がプロレス界の全盛期だったという人もいる。彼らは口々にプロレスが国民的娯楽として再び格闘技の頂点に君臨するためにはゴールデンタイムに復帰しなければならないと言う。しかし、私は必ずしもそうは思わない。視聴率を取ることがテレビ局にとっての命題であるゴールデンタイムの中継よりも、寝る前に見る番組として定着してほしいという気持ちがある。できれば日付の変わる前、12時よりも前に放送されるのが一番の理想である。プロレスを見た人たちが私たちの戦いから何かしらを感じ、翌日の仕事の励みにしてくれれば、それが私たちレスラーにとっても戦うエネルギーとなる。視聴率競争をするよりも、
プロレス本来の魅力を十分に伝えることのできる時間帯で、長く愛される番組として定着してほしいと思う。視聴率のみを狙った対戦カード重視の大会を開くのは、それほど難しくない。だが、それは会場に来てくれるお客さんが求めているものなのだろうか。テレビ画面で見栄えのするプロレスと、会場に足を運んで試合の迫力、選手の生き様が感じられるプロレスは全く違う。同じプロレスなら、私は後者を選びたい。我々レスラーが命を懸けた試合は、無理やり豪華カードを組まなくても、いつの日かブラウン管の向こうで見ている人にも伝わるはずだ。なんとなく眠れない時に、テレビで偶然に面白い映画を発見し、つい見入ってしまった経験は、誰にでもあると思う。プロレス番組も最初はそんな気持ちで見てもらえばいい。プロレスに興味を持ち、会場に足を運んでくれるきっかけになれば、私にとってこれほど喜ばしいことはない。1999年発売、全日本プロレス2000年間より一部抜粋してお伝えいたします。オレゴンから愛を込めて、ジャンボ鶴田。現役を離れ、外からプロレス界を見ていると奥深さを痛感します。今、アメリカではプロレスが大人気です。ショーアップされた試合がテレビのゴールデンタイムで放送されています。放送時間の半分以上がインタビューで、内容は次のビッグマッチの PR です。グッズもトイザラス、CM 等で売れ行きは好調。また、こっちの観客はバスケットやフットボールを見に行くのと同じような感覚でプロレスを楽しんでいます。このあたりが日米のプロレスに対する意識の違いだと思います。日本もだんだんとファン気質がアメリカに近くなっていかないと、テレビのゴールデン復帰は難しいでしょう。アメリカプロレスが全て良いとは言いませんが、ドラマを見ているようなショーアップはアメリカの方が上だと思います。2年目が正念場なので、新旧交代、他団体との関わり合い、テレビゲーム、グッズ等を含めたエンターテイメントなどに心を引き締めて対処してほしいと思っています。プロレス&ボクシング1957年11月増刊号、世界選手権テレビ放送裏話 NTB 佐渡和正より一部抜粋してお伝えいたします。今度の大会で一番大きく取り沙汰されたのはテレビ放送があるかないかでしょう。大会を知らせるポスターにはテレビ放送はありませんと印刷されてありました。これに関して力道山のプロレスセンターはもちろん、日本テレビにもなんとかテレビをやってくれという投書や電話が続々とかかりました。投書では今度のプロレスを見るためにテレビをようやく買ったのに放送しないとは何事か、あり余る金で買ったテレビではないのだ、一体このテレビをどうしてくれるつもりだ、お前のところでテレビを引き取ってくれというのが力道山道場に舞い込んで慌てさせました。テレビを中継するしないでは当然当日の入場者数に影響してきますし、力道山としては世界選手権をどうしてもたくさんの人に直接会場に来て見てもらいたい、一時はとても中継できないという状態になってしまいました。しかし日本テレビ当局の熱心な働きかけと、それより大きな大多数のファンの熱意が力道山の心を動かすところとなり、力道山も利益は別にして、どうしても会場に来られないファンのために、私のファイトを見てもらいましょう、と納得してくれました。
さて放送の運びになり、日曜日の夜が雨で試合は流れるとなると困るのが放送局です。ようやくプロレスのためにスポンサーのついてる日曜日の他の番組を変更したのに、急に月曜日となっておいそれと番組を変えることはできません。今度の中継がまた大阪テレビ、名古屋 CBC テレビ、北海道放送テレビと4つの局がネットしての中継ですから、話は一層大変。各局がいつも同じ番組を放送しているわけではありませんから、各局ともそれぞれのスポンサーへの交渉となりました。日曜日1日の交渉ではとても話はまとまるわけがありません。放送するしないというままに雨の日曜日は明け、上天気。我が社の電話は交換手が出社する午前8時から1秒の休みもなく、20本の電話が全部外からのプロレスの放送があるかどうかという問い合わせでベルが鳴りっきり。電話のある机は仕事が手につかないありさま。その数6時までに1万回を突破。放送の時刻は刻々迫りますし、カメラやマイクを取り付ける技術者は放送はないかもしれないという心配をしながらも、もし突然中継が決まるということもあるし、そうなってから機材を運ぶとなれば満員の場内に迷惑をかけることになるので、4時頃には中継車を動かして後楽園に横付けしました。前座試合の始まる5時頃になって、日本テレビはようやく放送の了解が成り立ちましたが、北海道、名古屋、大阪地区は交渉中のまま放送開始の午後8時を迎え、1週間後の日曜日は大阪での第2戦です。この日は東京、北海道、名古屋の放送はまとまりましたが、地元の大阪のテレビが当日になっても決まりません。 OTB への問い合わせ電話はひっきりなしです。しかし大阪地区も力道山が扇町プールに入りきれない群衆を目の当たりに見て心を動かし、見られない人たちのためにということで4局の完全ネットワークが成立しました。プロレス&ボクシング1960年5月号読者サロンより一部抜粋してお伝えいたします。プロレス中継の増加。日本プロレス史上最大の豪華版を予想されるワールドリーグ戦もいよいよ間近となり、ファンの期待は日ごとに高まっているが、なんといっても気がかりなのはテレビ放送の問題である。現在のように NTB による隔週放送の形式でいけば、約1ヶ月間23試合予定のリーグ戦期間にテレビファンにお目見えする試合はわずか3回ということになる。これではひどく期待を裏切った昨年夏の第1回の時の二の舞になることは確かだ。昨年ある機関の電通調査によっても東西を問わずプロレスの視聴率が他の番組を圧倒していること。試合場に行けない数多くのテレビファンは中継放送の増加を切実に望んでいる。かつてシャープ兄弟来日に始まるプロレスとテレビの相対関係をたどるとき、なおさらこの感を深くさせられる。改めて力道山以下関係者に対し切に要望する次第である。